どうもこんばんは。今回もウイスキーの話なんですが、コストパフォーマンスの高いアイラモルト、これを探すっていうことで、今回はこのフィンラガンを購入してみました。もう封開けて飲んでるんですけど、このフィンラガンについて説明文を読みたいと思います。フィンラガンはアイラの独立系ボトラーズのブランド。製造元のザ・ヴィンテージ・モルト・ウイスキー・カンパニーは1992年グラスゴーで創業されたボトラーです。フィンラガンとはアイラ島にあった14世紀の城の名が由来しています。フィンラガンのボトルには蒸留所の詳細がなく、中身不詳のアイラシングルモルトとしてリリースされていますが、アイラには8つの蒸留所が存在するため、そのうちのどれかということになります。ちなみにオリジナルピーティーはカリラ蒸留所のモルトだと言われています。テイスティングノート、程よい塩辛さとピーティーさでよりカリラに近い印象、穏やかな味わいということなんですけども、改めて飲んでみたいと思います。香りは程よいピート感、焚き火、ちょっとオイリーな感じがしますね。じゃあ飲んでみたいと思います。ナッツ、ほのかにフルーティーからオイリー、小石、プリント紙、紙ですね。とても美味しいと思います。それではアイラストーン、これは前回買って気に入ってるボトルなんですが、このアイラストームと飲み比べてみたいと思います。飲み比べた感じ、やはり好みとしてはこのアイラストームの方が、個人的には好みですけども、全然悪くないと思います。このフィンラガン、好みでどちらか選べばいいと思いますね。このフィンラガンオリジナルピーティー、2300円でこのぐらいの完成度だったら十分だと思いますね。こちらのアイラストームが2600円。でも次買うとしたらまたこっちかな。まあこれは常に部屋にあってもいいかなって思うボトルですね。これは時々変化を求めるときに買うにはいいかなと思ってます。いずれこれ好みの問題で、どっちもとても美味しいウイスキーだと思いますね。おすすめです。皆さんもぜひ飲んでみてください。それではまた後ほど。さようなら。